はいどうもこんばんは、携帯アプリの実況を専門にさせていただいているものです、今回ですねアトラスさんから配信されているペルソナ3の番外編、ペルソナ3エスケープというねアプリを実況していきたいと思います。どうかよろしくお願いします。このゲームはですねペルソナ3中の7月にあるイベントの、ラボホテルに侵入して、大型シャドウを倒すっていうねそのイベントの、脱出するほんの一部のシーンをこんな一本のソフトになるぐらい膨らませてしまった、脱出ゲームにしてしまったっていうね、そういうアプリです。で、やっていきましょう。今日は満月を、例の大型シャドウが出るという日だ。自分と竹葉ゆかり、真田肉彦、霧城光の4人は、巨大なシャドウの反応を追い、白川通りのホテルに向かった。これ、ハイエロファントっていうね、ボスのゲームです。で、お疲れ様でした。みたいなね。ごめんなさい。今回も無事倒すことができて、本当に良かったです。こちらで待ってます。ケアしてください。というと。しかしドアは開かない。何か強い力で押さえつけられているように。で、部屋の中にまだシャドウの反応があります。さっき倒したのとは別のシャドウです。ハイローファントは倒したんですけど、ネタバレっていうか、言ってしまうと、ラバーズっていうもう一つのシャドウが残ってるわけですね。部屋には大きな鏡がある。この鏡が変じゃないと、ゆかりが気づいたところで、鏡が光って、バーンで飛ばされてしまうわけです。で、ここはあとね、別のホテルの別の部屋に飛ばされてしまいましたね。ここら辺はね、多分、このテキストとかも確かね、本家ペルソナ3と同じだったような気がするんですが、一緒にやっていきましょう。ですね、私このソフトね、30分ぐらい前にね、クリアしたんですよ。あとは1年ぐらい前にクリアして、30分ぐらい前に、ね、思い出し実況とか言いながら、録画してたんですよね。ですけど、うまく録画が撮れてなかったっていうね、非常にね、おまぬけな結果になってしまいまして、今回はね、もうクリアルードが完全に分かりきってる状態で、その実況していこうっていう、間違えた選択肢を選んで、時間稼ぎです。すいませんね。というわけでね、今回はね、一本に収まるくらいね、サクサク進めていこうかなと、本当に脱出ゲームの実況としてね、ありえない形なんですけど、何か忘れてるような、これにですね、そんな感じでね、もともとね、これ、ちゃんと実況するつもりはなかったんですよ。ただ今日ちょっとマイクをね、変えまして、ゲーム音と、マイク音をね、一緒に録画できるかどうかなっていう、そういう実験でして、それでもね、今、録画実験中なんでね、何でしたっけ。そんなことはない。はい、さっきから喋り通しなのでちょっと酸欠で頭がフラフラしてるんですけど、なんとかなるでしょう。我求めるは酸素なり。いかん。前しとく。で、このね、シャワールームからね、シャワー浴びてた怒りが飛び出してくるわけです。で、叩かれる鬼太郎君と。北郎くんで思い出したんですけど、ペルソナ3のムービーがやるそうですね。更新のティザーサイトが、ちょこちょこ更新されてるとの噂ですが、楽しみですね。いや、ほんと、さっき1時間ぐらい喋り通しだったんだけど、その僕が失敗してたっていうだけでもうね、ぐったりしてまして。すいません、適当に読んでください。ゲームが始まったら真面目にやるんで。よし、じゃあ説明ですね。ペルソナカードを使用して怪しい場所を調べてください。オルフェイスでアギーを使えるので何か飛ばせそうなものを探してみよう。この時ね、ちょっと暗いな。ちょっとだけ明るさをアップしますね。あんまり上げると文字が読めなくなっちゃうんでね。これやっぱ携帯のね、ウェブカメラで撮影っていうのの限界ですわな。それではサクサク行きましょう。アイテムという右下のコマンドを選ぶと、一応今我々が使えるのは、ゆかりの硫黄と、北郎のオルフェイスです。で、オルフェイスをまず装備しておきましょう。で、何を溶かすかと言いますと、このテーブルの上にあるローをね、溶かすんですよ。ドローっとね。このね、バッキンガム宮殿みたいなのが、タージマハルの上のモコッとした部分みたいなのがローです。で、じゃあこれをね、オルフェイスのアギで溶かしましょう。で、溶かすと中から、鏡が出てきます。我、何時の心の声に、同じアルカナである我に任せよ。我、愚者のアルカナなり。どうやら特定のアルカナのペルソナでしか鏡に触れられないみたいです。この鏡というのをね、集めていくのがこのゲームの目的の一つです。一度外されちゃうんでしたね。じゃあ、オルフェイスの装備し直しましょう。めんどくさいけど。
装備しますとね。まあ、愚者オルフェイスってのもなかなか気に食ったね、分類ですよね。で、鏡を壊せて、まあね、フーガが言うんで壊しましょう。これゼロです。ゼロ番のアルファ。これ割ると、この鏡をね、割っていくと結界がどんどん弱まっていくんで、それで進めていくって感じですね。で、次はですね、このアギを使ってね、この左側にね、こうソファーがあるんですけど、このソファーはなぜか凍ってるんですよ。このね、ウェブカメで撮ってるかどうじゃわかんないですけど、とりあえず凍ってるんです。まあ、そういうことにしといてください。すると、ここにね、白いのが出てくるから、まあ、このカードなんですけど、これ取れないんですよ、って。そこで何使うかっていうとね、このラボホテルに繋いでるね、まあ、ティッシュ、いろんな液体を拭き取るティッシュで、まあ、拭き取るんですよ。ちょっと操作がね、難しいんですけど。じゃあ、ソファーのカードを乾かすのに最適そうなティッシュを持っていきます。で、ここで手に入るカードは何だったかな？はい、ジャックフロスト。ヒーホー君のね、カードを手に入れました。これでいろいろなものを凍らせることができます。で、これをどこで使うかというと、私もちょっと30分前になったにもかかわらず記憶が曖昧なんですが、確かね、ここのね、バスルームのミラーだったかな？そう、マジックミラーなんですよ、これ。まあ、外から、中からは見えないけど、外側からお風呂のが丸見えっていうね、まあ、いかにもラブホテルらしい設備ですね。で、これで、その丸から、あるかなを示した。緑に活力。闇に光を与える意志を。でね、まあ、ちょっと謎めいた文言ですけど。まあ、これがヒントになっているんですね。まあ、これを覚えておきましょう。で、次はどうするんだったかな？すいませんね、もうすでに。自分記憶曖昧って、あ、ここだ、ここ。ちょっと色が変わってますね。で、ここで、ここだけ不自然に汚れて、ジャックロストを取るときに使った湿ったティッシュで汚れを落とすのに綺麗になる。で、このカードは、ギャナンシー、女神ですね。女帝だったっけ？ちょっと女帝、ギャナンシー。これの効果は、メディアのスキルで生き物の活力を与えることができる。で、これをどこに使うかというと、どっかに枯れた草があるんですよ。これかな？観葉植物のが、これじゃないの？どこだっけ？このギャナンシーのスキルで、この観葉植物を回復させると、鏡が出てくる。で、この鏡は、まあ、女帝の鏡と。で、ここは次は何を見るんだったかな？ここをめぐるんだ。いや、違うな。失礼。ここかな？伝統の、あ、原色のような蛍光灯が切りかかっている。そうだそうだ。これですね、このテーブルの上にね、この輪っか、これ蛍光灯があるんで、これをね、はめ込みましょう。ここには従業員がやるべきですよね。結構取り替えると、明るくなったら、下の部分に四角い鍵ができている。これがカードですね。ヤタガラス。3、太陽のカードです。あとはどうするんでしたっけね。まあ、なるべくサクサクやって1パートに収めたいんですけど、まあ、これほんと実験的な実況なんで。最後、シーツをめくると、ここまだですね、闇みたいなところを後々照らす必要が出るんでね。大きな鏡を調べると、不思議な言葉を指った、とある悪かなを示した。愚かなものは誰も知られず、ただ鎮座する。これはオルフェウスを装備するんだったかな。関係なかったみたいですね。あとはどうするんでしたっけね。すいませんね、ちょっと。どこだったかな？観葉植物がある。これじゃない。これはバスルームから石鹸の香りが漂ってくる。で、床に怒られてしまった。どこだったかな？やばいな。もう記憶が。ミラー張りの天井。いかにもね、ラブホテルって感じですけど。あ、ここだ、ここ。多分。額物のようだ。あ、違ったもん。いかにか、すごいグダグダ。あ、思い出した。これね。液体を拭き取るに使ったティッシュの箱を調べると、アークエンジェルがね、中に落ちると、ティッシュに汚れるアークエンジェル、なんともシュールですね。で、アークエンジェルの効果は、ハマーのスキルで、暗い場所を照らすことができる。で、これでですね、さっきのベッドが暗くなってたところをね、パッと照らすことができるんですよ。で、鏡が出てきた。これ何の鏡だったかな？この太陽、じゃあ、ヤタガラスで、ヤタガラス装備した状態なら、これ、まあ、取れると思います。はい、手に入りました。
鏡を2枚ありますので、マジックミラーのヒントをもとに鏡を割ってみてくださいと。マジックミラーのヒントはね、何でしたっけ？緑に活力を与え、闇に光を与える。まあ、そんな感じでしたね。で、それに、太陽と女帝。正直、あのヒントだと両方太陽のような気がしなくもないんですけど、これ確か太陽の方からあるんだったかな。ちょっと不安だ、セーブしとこう。間違えてます、これ。で、セーブ画面はね、おなじみの、青と黄色と紺色のね、なかなかスタイルの良い。スタイルの良いというか、まあ、センスの良い、あれですよ。では、割ってまいりましょう。間違えた。緑に、ごめんなさい、緑に活力を与えるんだから、メディアを持ってるジェナンシーの方から割るんだ。間違えた。でね、次は、闇に光を与えるから太陽の、これを割るっていうね。ちょっと、よくわかんないですよね。でも、結界の力が弱まったんで、これが一応正解っていうわけです。では次ですね、部屋の中は戻ってないですね。部屋の力による現象です。他の鏡を倒し出してください。で、結局ですね、この部屋からね、出ることなく、この部屋を3回、今みたいにね、捜索しなきゃいけないっていう、まあ、マップの数としては非常に少ない脱出ゲームなんですよね。まあ、それでも結構、頭使わされるんですけど。あ、これね、自分で落として遊びたいと思われる方はね、今すぐブラウザバックして、アトラスのサイトから落としてやってください。もう私最後までクリアしちゃうんで。額縁のようだ。少しずれてるが手が届きそうにない。ここはですね、ゆかりのね、イオンの出番です。これは塔のあるかな。塔はですね、あの、お坊さんですよね。舞台じゃないけど、なんて名前でしたっけね。コメの。リプレイの柄でさっぱりだと思うんですけど。次はどうするんだったかな。あ、今のは無視してください。あんま関係ない。次はどうするんだったかな。ティーカップがある。中身は空だ。シュガーポットが、少し前で比べて砂糖の量が増えた気がする。砂糖を移し替えるんですね。そうすると中身からリリムが出てきます。我々の嫁リリムですよ。今リリム。悪魔リリム。私はリリムをね、計算するんで最初のプレイの時、一番最初、序盤手に入れてから最後まで握ってましたよ。というのもね、別にエッチな理由じゃないんですよ。まあそういう理由もね、なきにしてもあらずですけど、一番の理由はね、合体させた時にね、基本的な魔法3つ、アギー、ブフ、ジオだったかな、をね、覚えちゃったんですよ。あのゲーム弱点つけることの方が、まあ、単純な威力よりも重要なんで、まあ非常に使い勝手のいいリリムが序盤にできてしまったんですよ。というわけでね、まあ最後まで使ってたんですけど、じゃあリリムの説明見ましょう。今マリンカリンですね、リリムというのは。で、相手を脳殺することができる。で、誰に脳殺するのかっていうと、まあこの場にいるのはね、まあ、キタロウ君とゆかりしかいないんで、ここでゆかりを脳殺します。もうしょうがないわね、まあ別にここで脱いでくれるわけではないんですよ、当たり前ですけど。なぜだか知らないけど、脳殺すると洗面器に入った鏡を持ってくると。わけのわからない息子です。まあこれもうリリムの出番おしまいなんですけど。残念ながらね。次はどうするんだっけな。そうそう、ここにね、さっきなんかティースプーンがあるんですよ。で、これをね、調べると何かこじ開けたら使えそうだっていうね、太郎くんがね、なかなか斬新な反応してくれるんで。でですね、すると、この画像だとよくわからないんですけど、このカーペットの、ね、端っこがね、ちょこんと盛り上がってるんです。で、ここで調べるとカードをね、手に入れることができるんですよ。持つ仕込みです。忍者かな？読もつ仕込み。まあ、この読もつ仕込みは結構美人ですよね。あの、初代のね、美縁に出てくる読もつ仕込みと比べたら、はるかに美人ですよね。まあ、わからないか。で、これで忍者の鏡の手に入れたと。で、次はどうするんだったかな？もうちょっと息が上がってて、脳に酸素がいってないんですけど。ちょっとお待ちくださいね。すぐに、あったあった。ここかな？ちょっとね、この背景のね、まだら模様は、ここだけ星になってるんですよ。星ね。で、これ調べると、調べられなかったです。すいません。もっと先でした。ごめんなさい。今の忘れてください。大きな画面、何か違和感を感じる。後ろの壁には何もないのに、鏡の中の壁には
そうだ。いや、分かったよ。飾られてる。あ、そうだ、そうだ、そうだ。で、鏡の何かにしか存在しない塔が、なぜかここに現れると。で、エリゴールのカードを手に出た。さっき塔は、どっかに出ましたよね。ここか。じゃあ、塔の鏡を回収しておきます。ちなみに、エリゴールの能力は、レボリューション。クリティカル率を上げることができる。これ結構ボス戦で重宝しましたよね。私は結構使った記憶があるんですけど。エリゴールに鏡を垂らした。はい、オッケー。で、次はですね、ヨモツシコメを装備して、ヨモツシコメの能力は、デビルタッチで、相手に恐怖を与える。なるほどね。大きな鏡使って、ね、キュウリ鏡をくぐり始めた。あ、すいません、これ、ヨモツシコメを装備してないと、鏡の中にニヤニヤ笑う我々がいるっていうね、そんな感じの怖いテキストが表示されるんですけど。で、これで相手に恐怖を与えるってわけですね。ここ真っ暗なんで、アークエンジェル君かな。あれ、これ鏡寄っていいんだっけ？あれ、どうだったっけな？ちょっと待ってくださいよ。確かここはエリゴールを装備して、あるのかな？ちょっと待ってみましょう。エリゴールのスキルで集中したおかげで鏡を割ることに成功した。ここクリティカルじゃないと鏡が割れないってことですね。これは悪魔のあるかな、リリムですね。リリム。これが本当の最後の出番です。はい、カーブゲットと。シャドウの力が強力になっています。なんとかここを突破してシャドウを倒さないと、このまま壁時間が明けてしまうと大変なことになります。ちょっと暗くなりましたね。ここはちょっと、カメラのプロパティを変更して、対抗しますが、対抗しますが、すると文字が若干読みにくくなるので、まあ実況者としては非常に辛いところではある。で、次何をしますかというと、何をするんでしたっけ？私が忘れてるっていうね。暗くてよく見えないのは文字のようなものが書かれている。じゃあ、ここで、アークエンジェルだったか？間違えた。アークエンジェルのスキルで天井を照らし始めた。だからこんぐらいじゃないと見えないか。とあるアルカナを示した。高きところより悪魔たちが忍者の姿を模して近づく。これはつまり塔、悪魔、忍者の順で鏡を割りましょうっていうそういうことです。あ、セーブしろそうだ。じゃあ割りましょう。塔、悪魔。忍者ってこれで第2段階クリアです。これで最後第3段階が始まります。ここまででまあ18分、まあいいペースでしょう。頑張れば30分以内に終わらせて実況1本でこれを締めることができます。じゃあまず何をするかというと、今回ですね、まあ、どう考えてもわからないだろうと思うので、別に実機で携帯でやればわかるんですけど、この携帯をウェブカメラで撮ってると画像の関係で絶対わかりません。ここら辺にスイッチがあります。スイッチを押しても反応がないけど引っかかりを感じる。で、これを調べると竹三日術を手に入れることができると。で、竹三日術さんは固定かな。竹三日術のね、孤立の効果はマハジオで機械を強制的に動かすことができると。じゃあ早速やっていきましょう。竹三日術のスキルで電気をつけた。これで部屋が明るくなって探索ができるようになります。で、ドアに文字が浮かび上がるんですが、まあ、これあんま関係ないんです。これはね、特殊というかね、おまけというかね、これがヒントで、この条件を満たすと、まあ、おまけである、携帯の待ち受け画像が手に入って、まあ、それだけの話なんでね、まあ、要するに、まあ、この条件を満たしておけば、ボーナスのおまけ画像が手に入って、まあ、それだけの話です。でね、このバスルームも電気もこうすればつけることができます。でもね、三日月のマークがあるんですが、これは月のアルカナの鏡なんでまだ取ることができません。でね、次はどうするんだったかな。
もう息も上がってるし、喉もぐちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃじゃ困る。ガラガラなんですけど。額物でよく見ると暗号が書かれている。天使、悪魔、賢者、反対な、賢者の反対語といえば、はい、オロフです。愚者です。で、愚者で調べると、これは星のアルカナですね。じゃあまだ使えないわけです。そう、星のアルカナといえばここね。ここにね、ちょっとデカラビアみたいなね、マークがありますけど、これデカラビアじゃないんですよ。ナンディさんなんですよ、ナンディさん。これナンディさんは、マハラッカじゃない、まあ、我慢強くなるというね、ちょっとよくわからないか。まあ、ちょっと解説で、進めましょうか。これ回転ベッドですね。まあ、多分ホテルらしい設備なんですが、これはね、動かせそうだ。漏電神経触ることができない。扉を緩和させれば我慢したので、もう動かせそうだな。というわけでね、これナンディさんのね、マハラッカじゃがね、生きるわけですよ。マハラッカ状態で、このベッドをね、ぐるんぐるん回すと、ここに鏡があるのが見つかると。これは何のか、鏡だ。これは審判ですね。審判はまだないんでね、使えませんね。あとどうするんだっけなぁ。ここじゃないな。ちょっとごめんなさいね。やっぱりね、息は上がるわ。記憶は、おぼろげになるわね。なんだ、この血だまりを調べますと、さっきは暗くて気づかなかったな。固まった血だまりの中にカードがあって、固まった血を溶かすことができればカードを取り出すそうだ。というわけでね、ここで、ね、湿ったティッシュがまた必要になるんですが、今回水がないというわけで、ここで、ね、キーホークの出番があります。よかった。キーホークの力を借ります。カロンティーカップだ。これ、水を込めば固まった水、氷を溶かすことができそうだ。すいません、キーホークじゃありませんでしたね。このコップを調べてから、お風呂場に行けば、ゆかりが勝手に組んできてくれるってだけでした。ごめんなさい。この状態でティッシュを調べるのかな。違った。あ、もうこれでいいのか。これで血だまりを調べるの OK です。はい、グルル。グルルは好きだったかな。そうですね、ポイズンミストのつけて生き物を死ねさせることができる。じゃあグルルを持った状態で今度はね、こちらの観葉植物を調べますけど、その前にちょっと一回外してみてみましょう。観葉植物だ。中に何か見えるが、トゲがあるため中のものが取れない。というわけでここのね、グルルでこの植物を枯らせてしまいます。で、ツタに絡まったカードが見えるけど、ツタを切らないといけないというわけで、今度は、ヤタガラスさんの出番です。で、ヤタガラスがズバッと切ると、そう、アヌビスのカードが手に入ります。アヌビスというとね、私の中ではテンペランスなんですが、今回はペルソナ3では、ジャスティスでしたか。そうかっけ。そっか、ジャスティスじゃない、ジャッジメントか。ちょっとね、曲が曖昧なんでね、申し訳ない。アヌビスがテンペランスだったのは、ペルソナ1か。どうだっけな。で、こいつの能力は、マカラカーンですね。まだ使いません。じゃあ、とりあえず次はイオが必要になるので、イオを装備しておきます。でね、このハートを調べるんですが、ってか、普通わかりませんよね。まあ、だから脱出ゲームも面白いんでしょうけど。イオで、ハートの装飾を調べてみた。で、この4箇所を調べると、イベントが進みます。ちょっとずつ光ってるんですよね、これ。わかりにくいと思いますけど。で、この鏡が出てきましたけど、この鏡は、取ろうとすると敵が攻撃してくるので、このアヌビスを装備しておきます。すると、鏡から大きな殺気を感じる。攻撃に備えた方が、いた方がいいか。突然大きな鏡からアギラオが放たれた。しかし、アヌビスのスキルで敵の攻撃を跳ね返し、なんとか敵の攻撃をしのぐことができた。アガラカン最強ですね。まあ、テトラカンも恐ろしいですけど。気がつくと、大きな鏡から先が消えていた。この鏡は正義。それからアークエンジェルですね。で、こちらの、これをジャスティスなんで、アヌビスさんで取ります。ジャスティスじゃない、ジャッジメントなんで、アヌビスで
ておりますで、これが星なんで、ナンディさんでありますで、これが月なんで、グルルで取ればいいと、グルル、グルル、いたいた、はい、手に入りましたね。最後、忘れてた。ここにね、白っぽい四角が見えますけど、これは、どこからか反射した光が差しているというわけで、この反射先を探すんですが、反射元か。これ椅子のね、背中がちょっとピカッと光ってるの、ここを調べてみると、ジャックフロストの鏡が手に入る。これで最後の鏡が揃いました。ここでちょっとした謎解きが待ってます。脳裏に不思議、これ、はい、背景に4体シャドウがいるんですね。脳裏に不思議な言葉がよぎる。我、何時が心の声なり、我の言葉を消し、返し、敵を倒せ。魔術師のシャドウは正義の隣である。これよく覚えましょう。魔術師のシャドウは正義の隣である。で、皇帝のシャドウは魔術師と隣り合ってない。忍者のシャドウは正義と皇帝に挟まれている。皇帝のシャドウの左隣にはシャドウがいない。まあ、このヒントが第一ヒントに来れば、まあ、すごい簡単なんですけど、要するに一番左がシャドウ、まあ、皇帝のシャドウ。皇帝と正義の間に忍者があるんで、左から順番に、皇帝、忍者、正義、魔術師っていう、まあ、順番なんですよ。まあ、それだけのことです。まあ、これ失敗してもゲームオーバーにならないんで、皇帝、忍者、正義、魔術師ってことで、ジャック・ロッセルこいつを倒します、まず。はい、オッケーオッケー。審判じゃない。じゃ次、皇帝でその隣を倒すと。あ、皇帝だっつってのに何やってんだ、私。え？今何装備した？あ、違う違う、正義を装備しようとしたんだ、何やってんだ。ほぼいいところですよ。で、次こっちで妖物仕込みがね。あった。はい、これでシャドウを倒しました。これが最後かな。我、何時は心の声なり。今を驚愕せよ。見えざる者は幻。形ある。今だけが真実。未来など幻想。記憶など虚構。欲するまま、束縛から解き放たれよ。何時それを望む者なり。何時真に求むるは快楽なり。何時今まさに快楽の扉の前にあり。本心に耳を傾けよ。何時驚愕せよ。で、して、起きて。少しの間気を失っていたよ。大丈夫ですか？シャドウの力弱くなっています。チャンスです。ベルサの声を聞いて、順番に鏡を割ってください。我、何時の心の声。平等、幻想、意志、復活、希望。平等、幻想、意志、復活、希望。我、何時の心の声。で、これ何示してますか？示してるかっていうと、まあ、こちらにね、ヒントがあります。タロットカードの解説書のようですが、ところどころページを上げている。魔術師は意志、手話、外交を示す。意志は3番目だったので、魔術師は3番目。正義は、平等1番目。希望、瞑想、霊感、法で。希望は確か4番目。幻想は2番目。月は2番目。違った。ん？復活。もう一回見ましょう。復活4番目ですね。で、この順番にまあね、鏡を割ればゲームクリアとなるんですが、私は一旦ここでセーブしておきます。理由は後でお話しします。で、これすぐわかるでしょう。では、その順番に行きます。まずは、平等だったんで正義のあるかな、終わります。次はですね、復活、魔術師の月、幻想なんで月を割りますね。で、次は魔術師。で、次、審判を割ると。
で最後に星を割ります。血管の力が弱りました。部屋から出して他のメンバーと合流してください。扉が開かない。何か強い力で抑えられているような。扉が開かないよ。シャドウの力が強まって、順番を間違えていたみたいです。なんてことだ。脳裏に不思議な言葉がよぎり、偽りの声に惑わされるな。己が一番信ずるペルソナの声を聞け。ということでね、それではさっきのヒントはラバーズが与えたヒントでした。一番信頼するペルソナ。そう、オルフェイスです。オルフェイスの声を聞きましょう。我はオルフェイス。漢字アルカナの法則に従い順番に破壊すべし。実に簡単なことですね。下に書かれている数字の順番で壊すの。じゃあまず最初に魔術師です。で、次に、正義じゃなかったかな。そうですね、正義です。で、その次が、星、月、審判ですね。部屋の結界の解除を確認、そちらは他のメンバーと合流してください。他のみんなは上の階にいるはずです。で、これでクリアができると、で、真田先輩と桐城先輩がいるわけで、で、この二人に何があったのかちょっと気になりますけどね。まあね、そういうのはね、各自脳内で保管してください。先ほどの辺、強い反応を出します。多分本体がいるはずです。こんなを飛ばしてしまった。まあまあ、一段と絆が深まりましたよ。まあ、それだけの話です。ゲッドエンドです。疲れた。というわけでね、まあ、ペルソナ3エスケープの実況を、まあ、1パートですけどね、さっと終わらせた感じです。これ最後までご視聴してくださる方はいるかな？まあ、いたら本当にどうもありがとうございました。この後はですね、まあ、ちょうど実況を始めたところのモンスターのバルズの実況をね、撮ろうかなと思ってるので、もしよろしければそちらもよろしくお願いします。あとはね、ペルソナ3の実況としては、アイキスさん、ファーストミッションというね、そちらも携帯アプリの実況を行っ、だいぶ前に行ったので、もしよろしければそちらもね、ご覧ください、みたいなね、宣伝しつつ、それではね、また、ご縁があったらお会いしましょう。ありがとうございました。疲れた。